夏の北海道ハイエースでぶらり旅。今回の旅の始まりは北海道旭川。まずは腹ごしらえ、名物を食べに行きましょう。旭川名物といえば、そう、旭川ラーメン。醸造業が盛んだったことから、基本は醤油ラーメン、中太の軽い縮れ麺が特徴です。突然の雨でも大丈夫、そんな時は車中泊仕様のハイエースで一休み。天気が回復したら再び散策開始。旭川駅からすぐ近くの綺麗な公園へ。自然を生かしたいいデザインです。ここからはいよいよ市街地を離れます。豊かな緑に囲まれた石狩川、滝を眺めて運転の疲れをリフレッシュしたら、峠を越えて帯広方面へと向かいます。道の駅ランキング第1位の上士幌。ここでは地元の素材を使ったスイーツを堪能。北海道五感を使って味わいましょう。その後は帯広市民で知らない人はいないあのお店へ。どこか懐かしくて温かみのある愛される味です。好きな場所に自由に行けるのは車の旅ならでは。そんな旭川から帯広方面へと向かう気ままなドライブ旅へと皆様をお連れします。今回の旅のお供はトヨタハイエース。札幌レンタカーで検索したら、なんとキャンペーン中で最安値、こちらを借りてみました。ベッドはサイズも十分、備え付けになっています。疲れたら休憩したり、車中泊にも挑戦してみたいな。皆さんこんにちは、ぬかれいこです。今私は旭川に来ています。いや今日も暑い、ちょっと汗かいてきた。30度近くあるかな。昨日札幌でこのトヨタハイエース、このレンタカーを借りて夜高速道路で走ったんですけど、その区間内でね、こんなにたくさん虫がつくんだと思ってびっくりしちゃいました。それだけ自然が豊かな証拠ですかね。ドライブ旅だとそんな北海道の自然を気ままに楽しめます。ここは旭川高砂台万葉の湯。車中泊が不安なら朝まで営業している健康ランドもおすすめ。お風呂やサウナで汗を流して休憩スペースで寝ることもできます。それでは安全運転で行ってきます。ただいま旭川の国道を走行しています。片側2車線、やっぱり雪国だから道幅がすごく広くて走りやすいですね。交通量はそんなに多くないね。いつもこんな感じなのかな。国道12号線ですね。まっすぐ行くと旭川駅に到着するようです。車を走らせること約25分、旭川ラーメン村に到着しました。旭川が誇るべきラーメン文化を広く知ってもらおうという趣旨で作られた施設です。平屋の建物の中には旭川市内のラーメン店がずらりと8店舗集合。全国に展開する有名店や旭川の老舗のラーメンもここで味わうことができます。どこに行こうか迷うな。ちなみに私が座っていたこの場所、上から見るとこんな感じ。ナルトがクッションになっていてかわいい。館内にはこんなスポットも。旭川ラーメン村神社。スープのように熱々の中が麺のように長く続きますように。そんな縁結びならぬ麺結びの神社。中央からご神体が覗けるんですが、なんだか昔のプリクラ機みたいと思ったのは私だけでしょうか。麺結びをしたところで早速ラーメン村を見てみましょう。最初に見えたのは旭川ラーメン青葉。去年本店で食べた時にスープの美味しさに衝撃を受けました。お昼が過ぎて夕方まで一旦閉店のようですね。続いてラーメン屋天金。視聴者さんからのおすすめのコメントをたくさんいただきました。豚骨、鶏ガラを2日かけて煮込んだスープ。ではいざ入店と思ったら、こちらはなんと定休日。残念。実は天金が本命だったんですけどね。さあ気を取り直していきましょう。梅高軒、こちらも以前いただきましたが、どこかホッとする味でした。定休日と営業時間の兼ね合いで空いている店がほとんどない。そんな中見つけた営業中の看板、旭川ラーメン一徹庵。よかった。一徹庵は和食の神髄を探求したお店だそう。ここは醤油でしょうと思ったけど、ホルメン気になる。めったに食べれなそうなので頼んでみました。来ました、これが旭川醤油ホルメン。ではいただきます。その名の通り醤油ラーメンとホルモン焼き、旭川の2大ソウルフードのコラボレーション。柔らかく煮込まれたホルモンがトッピングされています。
ホルモンの甘みが醤油にマッチ。かつて酒や醤油などの醸造業が盛んだったことから、旭川ラーメンといえば醤油味が基本。また養豚業も盛んで、戦後にホルモンを塩味で食べるスタイルが庶民の間で広まっていきました。こうした独自の道を歩んできた旭川ラーメンとホルモンの2大ソウルフードを結びつけたのがこのホルメンです。濃いめの味付けのスープにシャキッとしたネギがいい感じ。麺は加水率の低い縮れ麺、スープとしっかり絡み合います。旭川ラーメンの新ジャンル醤油ホルメン、大満足。ごちそうさまでした。次回は営業時間をちゃんと調べてお店をはしごしてみたいなと思いました。今日は綺麗な夏の空でも、ちょっと雲行きが怪しいかも。でこの後はね、ちょっと雨降りそうなんだけど、前に行った旭川駅の近くの公園が綺麗だったから、近くのスタバでコーヒー買って公園に行ってみようかな。降らないといいなと思った矢先、この大雨。ただの雨じゃなくて、バシバシと強く打ちつけてくる土砂降りの雨。視界も悪くてちょっと怖いな。すごい大雨。今日ね、台風の影響で富良野に大雨警報でしたんだけど、旭川にも来ました。見てください、すごいよ。もうね、運転してる時も前の方が見えなくて、全然ね、怖すぎたのでちょっと避難してきました。どうかな、ちょっと休憩。こういう時こそハイエース備え付けのベッドの出番。特に急いでるわけではないし、雨が落ち着くののんびり待ちますか。雨雲レーダーの予想通り、30分で雲が過ぎ去りました。なんだかんだでもう夕方、次の目的地は明日にします。暑い。昨日の大雨が嘘のよう。日差しが強いので長袖に着替えてきました。着替えも車内が広いと便利ですね。さて何を飲もうかな。スターバックス北サイト店、この辺りは旭川市の再開発事業できれいに整備されたエリアで、自然環境を生かした都市空間を目指しています。買ってきました、トリプルエスプレッソラテの豆乳にした、ふう、爽やか。やっぱこの公園いいね。久々に、約1年近くぶりかなに来たけど、やっぱいいね。こんなにさ、駅の近くで、都会でこんな緑があるっていいよね。よく調べてみたら、アメリカの空間デザイナーピーター・ウォーカーが都市計画に参加しています。彼の作品は国内外にたくさんあるのですが、日本では東京タワーと芝公園、愛知県の豊田市美術館、私の好きな埼玉新都心欅広場も手掛けていました。その空間を利用する人がなんとなくいいと感じるのは、何かしらの理由があるんだろうな。さて今日はどこまで行けるかな。できれば帯広まで抜けたいな。次の目的地、ひとまず孫雲峡にセット。高速道路を通って約 65km、 1時間ちょっとのドライブです。それでは出発。孫雲峡は大雪山エリアにある渓谷。そこでロープウェイに乗ってみたいんだけど、時間的に間に合うかな。かなりギリギリ。高速道路に乗る前に給油給油。北海道ではこまめに入れた方が安心できますよね。ガソリンスタンドは特にこだわりはないんですが、なんとなくセルフのエネオスが好きなんです。皆さんはどうですか。今ガソリン高騰してますよね。このハイエースはディーゼルなので、燃油の単価が安いのは嬉しいところ。あれ、もう止まった。うっそー、もっと減ってたはず。でもギリギリまで入れて溢れたら嫌だし、このくらいにしておこう。ほら、やっぱり満タンになってない。この後もう一度入れ直しました。旭川高須インターに来ました。この道は道央自動車道、南は函館に近い大沼公園インターから新千歳空港、札幌、旭川、北は標津見物に至る全長およそ 443km の高速道路です。料金所に到着。交通券をと、届くか、届かない、あと少し。やっぱ ETC って便利ですね。有料道路、出口
ピップ来た。なんでピップって読むの、かわいい。ピップ。ナビに従って走っていたら、なぜか下道に降りることに。本来は上川総運橋インターで降りるみたいです。愛別町入りました。なんかゴルフとキノコの絵が描いてあった。ゴルフとキノコとお米の絵だったかな。愛別町に入ったら、またもや雨が降ってきちゃった。これはロープウェイは無理そうだな。ということで、ひとまず近くのコンビニに寄って休憩しましょう。買ってきたのは北海道産夕張メロングミ、 JA 全農の商品とのことで選んでみました。うん、なかなか好きな味。そこにレッドブル。運転の疲れと悪天候で沈んだ気持ちに翼を授ける。雨も上がり、再び出発。ここはちょうど北海道のほぼ中央、右手に流れる石狩川に沿って進みます。この先は日が暮れると真っ暗。残念ですが、総運橋はまたの機会にして、このまま大雪山国立公園を走り、帯広方面にある人気の車中泊スポットを目指します。車の運転もだいぶ慣れてきました。車高が高くて見やすいし、道幅も広くて快適だけど、この先の峠道はちょっと緊張するな。そんなことを考えていたら、走行中に気になるものを発見。ちょうど駐車スペースがあったので、休憩がてら外の空気を吸いながら少し歩いてみます。で、帯広に向かっている道中にね、ここに川が流れてる滝を見つけたわけですよ。今ね、ちょっとその滝を一旦車止めて見に行ってみます。この川は石狩川、日本三大河川の一つに数えられます。近くに流星、銀河の滝という日本の滝百選に入っているスポットもあるようですが、なぜか私はそこではなく、走行中に見かけた滝へ向かってみることに。トンネルの脇の遊歩道を引き返します。そろそろあるはずなんだけど。いや、そんなはずはない。車の中から見たら、あったあった、意外と距離あったの。見つけました。後からいろいろと調べてみたら、ここはライマンの沢無名の滝と呼ばれているそうです。メジャーな滝は見逃しましたが、これはこれでラッキーだったかも。無名の滝を見て少しリフレッシュ。これから国道273号線に入ります。北海道の国道の峠としては最も高い標高の道。晴れていれば美しい景色が広がるのですが、残念ながら今回は深い霧に包まれていたので、運転に集中して撮影は断念しました。おはようございます。今私は道の駅上士幌に来ています。道の駅ランキング2021で第1位に選ばれた道の駅上士幌。周辺にはサウナ付きの町営温泉もあります。この道の駅の魅力は、何といっても無料のキャンピングカー専用エリアがあること。公式ではキャンピングカー10台とのことですが、もっと止められそうなゆとりのあるスペース。国道から少し離れているので騒音も気になりません。今日は帯広方面に向かいつつ何か食べようと思います。昨日の夜は抜いたのでお腹すいた。とりあえず道の駅のお店も営業している時間だし、覗いてみましょう。広い芝生の奥には子供が遊べるスペースやドッグランも併設。普通車265台、大型車12台、二輪車19台の広い駐車場です。建物は大きなガラス窓が特徴的なシンプルでモダンなデザイン。十勝産の食材をふんだんに取り入れた本格レストランも併設しています。屋内に入ってみると、木のぬくもりを感じる明るい雰囲気。天井が高くて開放感も抜群。居心地がいいです。お土産品のパッケージもおしゃれですね。かわいい上士幌ミルクショコラクッキー、こちらも今っぽいデザイン。その他には北海道小麦と自家製酵母を使用したこだわりのパン屋や、上士幌の特産品を使用した道の駅オリジナル商品なども購入できます。わー、このチーズも美味しそう。というか美味しいに違いない。館内には
この場で食べられるスイーツショップも併設しています。その名もザ・サンド。十勝産の素材を使った新感覚のモダンサンド専門店、ここにしかないをコンセプトにオリジナルスイーツを上士幌町から発信しています。看板商品はこのモダンサンド。美味しそうだけど朝には重いかな。ソフトクリームいいな。よし、こっちにしよう。モダンソフトクリームほうじ茶460円。わあ、見るからに滑らかそう。それでは早速いただきます。うん、うまー。これは正直言って期待以上だった。濃厚なミルク感とほうじ茶の香りをしっかり感じるソフトクリームでした。冷たいソフトクリームで目を覚ましたところで帯広方面へ車を走らせます。ただいま国道241号線を南に向かっています。道の駅から30分ほど走っていると商業施設が立ち並ぶエリアになりました。ここは帯広のすぐ手前の町、音更町です。以前に公開した帯広旅の動画にここに行ってみてくださいというおすすめのコメントが多かったお店がここにあるとのことでやってきました。そのお店とはカレーショップインデアン。地元の人で知らない人はいないというほど有名なお店。自宅の鍋を持参してお持ち帰りカレーを買いに来る人も珍しくないのだそう。それでは帯広市民に愛されるインデアンにいざ入店。ルーは野菜、ベーシック、インデアンの3種類。辛さは5段階から選べます。私はインデアンルーの辛口をチョイス。家庭の味の次に美味しい、帯広で2番目に美味しい店を掲げるインデアン。それではいただきます。見た目はとてもシンプルなカレー。この器も懐かしい感じでいいですよね。うん、想像以上にスパイスがしっかり効いている。これは家庭では出せない味でも、どこか懐かしくて温かみを感じる。付け合わせは左から福神漬け、しその実醤油漬け、ガリ。珍しいですよね。福神漬けは定番だけど、しその実とガリ、北海道では一般的なのかな。生姜の爽やかな辛みがカレーとマッチして癖になる。カレーにガリありですね。インディアンカレー、なかなかのボリュームのある一皿ですが、ペロリといけちゃいました。もっとゆっくりと散策したいところではありますが、時間の関係でこれから札幌へ戻ることにします。今回は車中泊仕様のハイエースで旅をしましたが、雨が降ったり疲れたら休憩できるのがいいなと思いました。また帯広方面には来るつもりなので、皆さんのおすすめ情報をコメント欄でぜひ教えてください。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。